え、エイム君と星川さんがお初か。お初です。お初でございます。はじめまして。はじめまして。おお、エイムです。めっちゃいい声して。てか思ったんですよ。はじめましてだし、あんま見たことないなって思ってたけど、渋谷の、はい、青春アミーゴめっちゃ聞いてたから、星川。はい、はい、はい。ありがとうございます。あの横にいた人やってつながりました。結構目立つやろ、それで言うと横にいる人青春アミーゴは全然半々で目立つやろそう、なんかつながった、あの時のあの人かって。いや、もう良かったです、つながったなら。僕は結構知ってましたよ、星川さんのこと。あ、星川も結構知ってましたよ、僕さんのこと。なんやねん、マジで。なんかリスナーがボブさん DV する人だよってさっき教えてくれたんですけど、そういう人なんですか？いや、それは昔の話ですね。昔になんか昔 DV してたの？いや、結構前ですよ、2年前とか。あ、もう無理です、星川そういう人。マハル、星川無理、はい、この人無理か、どうまで DV するタイプ無理なんですよね。あ、そうなんですか。あんまりしないですよ、たまに。そうっすよ、飴とムチですよ。飴、怖すぎ。一番タッチ悪いやつだ。怖すぎ。押しといてあげてください。あ、ほんとだ。ごめんなさい、気づけなくて。まあ、どうしても出るなら置かなくてもいいですよ。ちょっと、まあ。まだ、一旦起こしとく。出会ったばっかなんで。そうね、そうね、そうね。これが渋原だったら起こしてなかった。それでいいっすよ、星川さんが決めたことには逆らえないですよ。ふん、じゃあ絶対起こさないの。いや、逆らえない。いや、それは知らない、星川さんが決めたことなんで。エイマ君起こさなくていいからね、渋原のことも。そうしよっか。ちょっと様子見やん。ちょっと伺ってるやん、何か。僕の顔色を伺いながら今。何今どっちにつこっかなのやつやん、それ。すごい迷った今、本当に。なんて呼んだらいいですか。あ、僕ですか。ハルくんでお願いします。エイムくんってさ、僕は結構エイムくんでぶっ飛んでるけど、割とでもボブくん呼び多いよね。いやけど、V の方はエイムくんが多いですね。あ、そうなんだ。なんて呼ばれたいとかないんですか。本名言っとく。じゃあ待機でお願いします。面白すぎやろ。待機。はい、待機です。いいっすね、待機で。じゃあ、え、本、いや、何もない。ガチっすよ。全然ガチ。全然ガチ。あー、気づき上がったわ、これ。あー、終わった。俺の本名を全国にばらまいた今。怯えてる今。見える。なんて呼んだらいいですか。本名でお願いします。〇〇って呼んでくださいっていうサムネイル見えると思います。今日 M いいな。おお。なんだい、先に喋って。配信前に調整しなきゃみたいな言ってたくなる、はい、してた、ずっと大丈夫だった。20分ぐらいずっとしてた。意識高いんで自分。すごいっすね。俺も起きてやってたな、15分ぐらい。もしかしたらやってないんですか。いや、まさかここでやってないとあるわけないじゃん、ゆうくん。何言ってんの。あ、まさか。聞くまでもない、聞くまでも。おはようみたいなこと言ってしまいました。失礼だよ、というか普通に。本当にごめんなさい。やってる人間に対してさ。配信直前は寝てましたけど。はいはいはい。はいはいはい、今日ずっとエイペックスやってました、星川は。おお。はいはい。だから別に大丈夫です。えらい。ランク今いくつですか。ちょっと聞こえないです。ランク今おいくつですか。すごい、こっちは声ノイズでちょっと聞こえないです。あー、そっかそっか、うん、バーカバーカあーあー死ねーどうしたんすか急に。あ、でも僕の声聞こえてないか。やっぱ悪口も仲いいうちですからね。いや、仲良くないですよ。あ、仲良くないんだ。え、結構僕は仲いいと思ってシアルカップ呼んだんですけど。じゃあ仲いいかもしれないの。ワンパ一人。いや、エモートしてるやん。見て見てみよう。おいおい、そんな。すんげえ動きしてるけど。おい。おい、こら。
やばい、殴ってる。うわ、おい、これが DV 現場か。新たな一面。お前が悪いよな。おい、あはDV 男だ。うわ、本性見ちゃった、2人の。あ、やべ、コノリの裏事情が。え、コノリってもしかしてそういう手段。全然そんなことないっすよ。あれ、やめてよ、ちょっと表ではもうちょっとおとなしいキャラで笑われてる。あ、表では。あ、今これ配信中ですか。まあ、配信中。あ、一応ついてます。マジでちょっと大丈夫ですか。お前が悪いよなって言いながら。全然大丈夫だけど。あ、全然大丈夫ですよ。はい、はい、あ、自分じゃあジブラルタル作ります。あ、お願いします。はい、僕バルキリー使えばいいですか。あ、全然バルキリーで大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。この後誰か寝落ちもちもちしませんか。待って、めっちゃ似合うそれ。じゃあ僕立候補していいですか。いや、ちょっと男は無理です。あ、欲しかった。寝落ちもちもちしましょう。何そう。原住民の方で。原住民。原住民。原住民。エム君、ツイキャスにいそうな人のこと原住民って呼んでんの。ツイキャスバカにしてんのか。あ、怒ってる。星川さん、ツイキャス好きっすよね。あ、もう大好きですね。好きあらばやってるイメージがある。そんなことないですけどね。そんなことないですか。うん、週に1回やってるかやってないかぐらいです。あ、好きあらばっすね。そう、星川の好き少な。やっぱ忙しそうなんだ。二人ともあんまやってないイメージありますけどね、ツイキャス。ああ、僕たまにやるぐらいですね。僕まれにやるぐらいですね。たまに、そうっすね、週5ぐらいでやります。すげえな、ツイキャス主やん。もうたまに1日2、3回ぐらいやるっすね。いや、ツイキャス主やん。あれ、そっか、なんか二人とも星川の知ってる人たちじゃなかった。なんか結構イメージ変わりますね。うん、やっぱこれから時代はツイキャスかなって思ってるんで。そう、お茶バッグ欲しいっすもん。カイジさん200円パチャ、ありがとうございます。お茶バッグいいっすよね、お金になるやつね。お金になるんですか。お茶バッグありがとうございます。あ、そうですよ、スパチャみたいな感じの。あ、お茶バッグありがとうございます。あ、お茶バッグありがとうございます。通知の登録もお願いします。ありがとう、お茶バッグありがとう。お茶バグになってる。お茶バグですよ。お茶バグありがとう。にわかおった、にわか。間違えちゃった。あ、ちっし。